な情報量。ということでボッチザロック第10話が放送されましたが、ついに残り2話、作者本人ですらもうすぐ終わるという悲しみの声を連投していて、人生の楽しみがなくなるという悲劇をツイートしていました。それくらいアニメを楽しんでいるんですが、第10話はかなり情報量が多く、オザロの兄よりっていつもは補完という名の改編が多いんですが、今回は本当の改編であり、大幅なカットもありました。そのおかげで盛り上がるポイントであるヒロイの存在の大きさ、北ちゃんと文化祭、この2つが1話内で同時に描かれて、最終回間際なのにもかかわらず盛り下げない濃密な回になったんです。いつもは基本物語順に解説していますが、今回はポイントごとに厳選して話していきます。では大幅な原作カットの話。ボッチが棺桶に閉じこもり、アニメではそこでヒロイが登場するんですが、原作ではヒロイの登場は別日でテスト回が挟まるんですよね。でも実はここは完全にカットされたわけではなく、実は9話の電車のシーンでその一部が使われてるんです。そしてその原作での電車のシーンは第6話で使われていて、うまくずらしているんですよね。さらにボッチが補習で練習に来れないというオチにすることで、原作のテスト回はなかったことにはなってないんです。実際に原作の最後のオチではバンド活動はしばらく休みますというアニメとのつながりもあるんです。ただ理由は若干違うんで、テスト回はギャグ満載の回で面白いし、2巻自体内容はかなり濃いんで、気になる人はぜひ見てみてください。次はヒロイの話。あのニジカですら冷たくなる印象は最悪のヒロイですが、原作ではヒロイが調子に乗ってさらにボロクソに言われていて、聖火にシッとまで言われるくだりがあったんですが、カットされてましたね。ではここからが本題。ヒロイが現れた時のボッチは文化祭でライブをすることに恐怖を抱いていたんです。このボッチの人に対する恐怖を打ち砕くのがヒロイ。ここでヒロイは自分のライブチケットを渡すんです。全員に無料で渡していったつもりなのに、全員がお金を準備し始めるという貧乏でお金を巻き上げる最悪なイメージですが、実はヒロイはシックハックというバンドで活動し、しっかり稼いでいて、インディーズでは超人気バンドだったんです。しかし毎回ライブで機材を壊し、弁償に全て消えていて、原作では風呂なしアパートに住んでいることが話されています。だから人の家を借り、ボッチから金を借り、お金を返すことになるんですが、量もバレるんですよね。作中でもクズども扱いされる2人、原作ではこいつもバレたという感じに、バレるまでの流れがなかったんですが、アニメでは描いてくれたのが最高でした。そしてヒロイの主な活動場所である新宿フォルトに到着し、お客様200人を超えており、ついにヒロイのライブが始まります。ここでヒロイというキャラ本体の元ネタの人物を話すと、クズエピソードはまた別の方なんですが、88カ所巡礼という日本のロックバンド、マーガレットヒロイさんが元ネタになっており、ヒロイのライブは原作では第17話で、そこに扉絵があるんですが、そのイラストの元ネタもマーガレットヒロイさんからなんです。そしてこのヒロイのライブシーンは描かれただけで嬉しいですね。曲名まで作られていて、私だけ幽霊という曲みたいです。そしてヒロイはシックハックのリーダーということもあり、カリスマ性があるんですよね。ライブまでしちゃうんですから。そしてここでやっとボッチの話に戻りますが、今のボッチにとってはヒロイは完全なるヒーローであり、バンドのかっこよさを再確認するんです。大人数での楽しさを知り、憧れを持つんです。そしてここが注目ポイントで、ヒロイは終わってすぐボッチに声をかけているんです。ライブはもともとするものですが、ボッチを呼んだのは大人数でのライブの楽しさを教えるためなんです。これがヒロイがライブチケットを渡した本当の理由です。しかしボッチなんとこのカリスマ性に自分の弱さも再確認してしまうんです。ではここでなぜヒロイはボッチにここまで優しいのか。実はヒロイは元陰キャだったんです。過去のヒロイは自分の将来に絶望し、真逆の生き方をするためロックバンドを始めるんです。しかしベースを買うことやライブハウスに行くことすら怖く、お酒を飲んだのも初ライブの緊張をごまかすためだったんです。つまり今のボッチは過去の自分と重なっているんです。だから誰よりも特別な扱いをしているんです。そしてボッチに言うんです。初めて何かをするのは誰でも怖い、でもボッチちゃんは五条も箱でのライブもできた、自分にもっと自信持って。ここでボッチが文化祭ライブ来てくださいと当たり前かのように言うんですよね。自然と決心ができていて、やっぱり文化祭出ますじゃなくて来てくださいってのが良くて、ボッチの人に対する恐怖を打ち砕いていたんです。ボッチにとってのヒロイの存在の大きさは半端なく、路上ライブでもお世話になったし、文化祭直前でもお世話になり、めちゃくちゃいいやつなんです。しかしヒロイはいいやつだけでは終わらない、壁をぶち壊すオチ。ちなみに原作では足で壊してます。修繕費で貧乏なのはガチでした。上げて落とす緩急が激しい、アニメキャラとして最高のキャラですよね。ではここで一旦新キャラを一気に紹介。吉田銀次郎、新宿フォルトの店長。外見は怖いですが実はオカマ。岩下志麻、シックハックのドラム担当、唯一礼儀が正しい。清水イライザ、シックハックのギター担当。18歳までイギリスに住んでおり、日本では3年目。アニメが好きでコミケ目的で日本でバンドを活動。ちなみにこの時映ったキャラはスローループのキャラで、スローループでは同じ10話に結束バンドが登場しています。ちなみにこのシーンは原作では漫画タイムキララマックスを宣伝。そしてボッチを睨んだ人、あら、作者本人も反応していましたが、この方はかなり後半に出てくるキャラで、このシーンは原作にもあるんですが、こんなアップでは描かれていないんです。つまりわざわざ描いたということは皆さんの想像に任せます。ではここからは物語に沿って北ちゃんとボッチの話を中心に話していきます。ボッチは文化祭の夢を見るほどステージに立つことに興味を持っています。にしても夢の文化祭の規模でかすぎやろ。一瞬ガチ映像入ったし、妄想
将来夢の中ではかなり強気で、おとですの言い方、そんな格好つけとったんや。そして起きた時のよだれ拭く仕草の細かさ、そしてこの寝ている理由にこだわりがあって、テスト会では話されたんですが、ぼっちって真面目だけど勉強ができないタイプで、休み時間以外寝るタイプではないんです。でも一致団結という言葉で倒れる設定にすることで違和感のない演出になっているんです。そして出し物はメイド喫茶に決まりましたが、原作では妄想の中でぼっちのメイド姿が映るんですが、楽しみは後に置いておくってことか。ではここからが本題ですが、2日目には個人のステージがあり、ぼっちは出てみたい、でも勇気がない。しかしなぜか無意識で提出する直前まで来ていて、ぼっちは行動力はあるけど最後の実行までができないんです。誰かの後押しが必要なんです。ぼっちは結局頭を叩いて煩悩を薄れさせ、ガチで倒れてしまうんです。ぼっちマジで頭大丈夫か。起きた時には知らない天井。そこで学校で唯一の友達ひたちゃんが駆けつけるんです。そしてぼっちの申し込み用紙がそこには映っていて、ひたちゃんはこの時点でおそらく気づいていますが、知らないふりをするんです。原作では直球で個人ステージ出たいのと聞いていて、ぼっちは話をそらしていきますが、アニメではひたちゃんはステージに触れずにそのままその場を去るんです。その後ぼっちは出るか出ないか一人で葛藤し、文化祭の動画を見るんですが、アニメでは文字に殴られる演出ですが、原作ではホラー演出として描かれます。そして漫画目線でも文化祭に出る方法を考えますが、露骨な温度差で撃沈。結局用紙を捨てることにします。原作では捨てるシーンは次の日にスターリーでみんなに相談した上で捨ててます。しかしアニメでは捨てた後に相談していて、成果には出た方がいいと言われ、身近にも出ようと言われ、要はぼっちの迷う気持ちを理解し、確実に数多くの人に見られるからこそ焦らずにもっと悩めと言います。そして悩んだ結果、勇気を出すことはできませんでした。一見ぼっちは成長していないようにも見えるんですが、この悩んでいるシーンは第1話の友達を作ることで悩むシーンと重なっていて、実はほぼ同じ描写なんです。しかし第10話には光が差し込んでおり、ぼっちが成長したことを制作側が伝えているんです。クローバーワークス、こういうの好きですよね。そして諦めることでぼっちの悩みは解決します。しかしそこで北ちゃんが登場し、ぼっちが捨てた用紙を勝手に提出したことを伝えるんです。この時間違えて入ってたと勘違いするふりをしていたんです。この時の北ちゃんはぼっちの気持ちを考えていなかったんです。ただぼっちの凄さをみんなに知ってほしかっただけ。しかしそれは北ちゃんの勝手であり、ぼっちがそれを望んでいるか確認をしていないんです。そしてぼっちは出たくないから捨てたわけではなく、出たいけど勇気がなくて捨てていて、一番の後押しにはなってるけど、真剣に悩んだ上で文化祭という恐怖から逃げるためにその紙を捨てているんで、最悪だけど絶妙な行為という何とも言えない話なんです。そしてぼっちは衝撃すぎて、キュビズムからの作画崩壊したスネオからのムンクの叫びになるほどビビります。ちなみにムンクの叫びはネガティブな感情や恐怖を表現しており、耳を押さえていることから、キタちゃんのセリフという名の叫びに怯え、それを聞かないようにしているんです。ぼっちがこれにより目を覚まさなくなり、キタちゃんは強烈な罪悪感を感じることになります。しかし取り消しはできない。原作では取り消そうとするシーンが描かれていて、キタちゃんが人殺しになってしまうくだりがあり、よく見るとアニメで私は罪人ですとあって、カットされた部分もアニメに詰め込んでいるんです。そしてヒロイによりぼっちは復活し、4人で文化祭について話すんですが、リョウがぼっちのギターソロの時間を入れてくれてたんですよね。そのタイミングでぼっちは考え込むんですが、キタちゃんはそれに気づき、罪悪感はまだ消えていないんです。ここでついに2人の時間ができます。アニメでは解散後から描かれていますが、原作では解散してキタちゃんがぼっちを追いかける流れです。ここでついにキタちゃんはぼっちが捨てたことを知ってて出したことを謝るんです。ここは原作では見せ場で2コマ分で描かれており、それに対してぼっちはなんと感謝していたんです。そしてギターソロに関してもキタちゃんからするとプレッシャーになると思っていたけど、ぼっちは実は喜んでいたんです。その見せ場ができたのもキタちゃんが用紙を出したから。そして2人に絆ができ、ここで最後に言ったのが、どうしても後藤さんに文化祭ライブ出てほしかったんだ、だって後藤さんはここでこの続きは何なんだという期待を残していき、原作では本来ここで初めて会った頃と少しだけ変わっているとなってて、自分もぼっちのように変わりたい。キタちゃんはここでバンドの熱が一気に高まり、積極的に練習をするようになり、ぼっちに影響されていくんです。ここからはキタちゃんの成長に期待です。めちゃくちゃいい話なんですが、この感動に隠れてレッスン料を取る量。そして文化祭当日、ぼっちが消えて終わるんですが、なぜ消えたのか、アニメ勢でもぼっちを理解していればわかるかもしれません。そして前の動画でアジカンとボタロの関係性の話をしましたが、ついに作者のアジカンへの思いがアニメを通じて届き、浜地先生は感激していました。今回まだまだ話したいことあるんですが、長くなりそうなんでまた別の動画で話します。次回から文化祭スタートという感じで今回の動画は終わります。この動画が良ければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。